蝶武学は、中華民国の政治家、私学者。南京国民政府の要人。字は、畜養。別号は陳潮閣、皇后圏。父は蝶のほらの幕僚、蝶鳥政。交通部工業専門学校を卒業する。その後、上海、新法経理秘書、行政院中平政務整理委員会参議、国民政府鉄道部参事を歴任した。 1932年4月、辞職している。1940年3月、王朝明の南京国民政府に参加する。鉄道部政務次長兼中央政治委員会委員に任ぜられた。翌年8月、行政院政務委員となる。1942年2月、上海市政府秘書長に任ぜられた。同年、清里委員会委員。 新国民運動促進委員会委員も務めている。1944年1月、上海財務委員会委員長となる。3月、中央政治委員会副秘書長に任ぜられる。12月、中央政治委員会秘書長、最高国防会議秘書長、宣伝部部長を兼任した。翌年2月、敵産管理委員会委員となる。日本敗北直後の8月17日、 州復会の配下である、税警局隊長、周篠の率いる南京国民政府税警団の一部が、南京の中央ちょび銀行総部の建物を占拠し、南京国民政府軍の武装解除と政府要員の逮捕を開始した。この時、張武岳る学も税警団に逮捕されてしまったが、品派県軍総参謀副長、今井武夫が、周篠のを説得したことにより、釈放された。 同年9月27日、張武学は、上海で、蒋介石の国民政府に逮捕された。1947年1月24日、無期懲役の判決を言い渡されている。しかし後に釈放され、1950年に香港へ移住している。1958年、シンガポール国立大学に招聘されて、国学の教授を務めた。百六十五年、 シンガポールで病没。去年68。蝶岳る学は、私学者としても知られ、名刺機関など多くの研究実績を残している。後年、即女である長文は、蝶る学の直筆原稿を中国国家図書館に寄贈した。ありがとうございます。